トレーニー、研修生の島田旗割れ、藤代掛誠、松高、川田隆起、小助川優はウィンクファーストを結成いたします。トレーニー、研修生の島田旗割れ、藤代掛誠、松高、川田隆起、小助川優はウィンクファーストを結成しました。このグループは、まだデビュー前ながらも、すでに大きな注目を集めています。彼らのデビューについての熱狂的な反応は、 まさに今後の成功への期待を高めています。昨日、初めてナンバー、アイさんとの掛け合いを見て、これが日本の音楽の次世代を担うんだと思いました。皆さん若いのに、世界の大きな舞台に立っているのに、とても落ち着いていて自信に満ち溢れています。あなたとコミュニケーションを取ることができて、本当に心の底から幸せを感じています。ウィンクファーストの結成は、彼らの個々の才能とグループとしての科学反応の結果です。 島田畑割れ、藤代掛誠、松郷、川田隆起、小助川優。彼らはそれぞれが異なる色を持ちながらも、一つの美しい絵を描くパレットのようでした。その一部始終を見守ることが、まるで芸術の鑑賞のようでした。新しいグループが結成されるというニュースは、ファンにとって待ち望まれたものであり、運営さんに感謝の意を示す声もたくさん寄せられています。 彼らの初めての公式なステージに立つ様子を見ることができることに多くの人々がワクワクしています。彼らの活躍を見守る中で彼らがどのように成長し、どのような道を歩んでいくのか楽しみにしています。ウィンクファーストの結成はただ単に新しいグループが誕生するというだけでなく、彼らの素晴らしい才能とキャラクターに対する賞賛の声も高まっています。 彼らの楽曲はキャッチーで耳に残り、パフォーマンスは初々しさとエネルギーに溢れています。その魅力に引き込まれたファンたちは、彼らの活躍を心増しにしています。彼らのデビューは、まさに新たな旅の始まりです。これからの彼らの成長と活躍に、多くの人々が期待しています。ファンは、彼らが素晴らしい先輩たちの背中を見ながら、自分たちの道を歩んでいくことを願っています。そして、 彼らが世界中で成功を収める日が来ることを信じています。彼らのデビューに対する反応は驚異的であり、それだけでなく、彼らがこれからどのように成長していくのか、どのような活躍を見せてくれるのか、ファンたちは興奮しています。これからのウインクファーストの活動がますます期待される中、彼らの応援はますます力強くなるでしょう。彼らの新しい旅が始まったばかりであり、その旅路がどのように展開されるのか、 ファンたちは興奮しています。彼らのデビューが音楽業界に新しい風を吹き込むことを期待しつつ、彼らの成長と成功を心から祝福しています。ウィンクファーストの結成について、あなたはどのような期待を抱いていますか彼らのデビュー後の活躍について、どのような予想を立てますか彼らの楽曲やパフォーマンスに対する感想は何ですか今後の彼らの成長と成功について、どのような応援の言葉を送りたいですか